Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Impact. Wir sind im dritten Teil von der Archon Quest. Und die werden wir jetzt mal weitermachen. Yuko. Let's go. やっていることは昔と変わらない。本格的な調査に入る前に何か聞きたいことはあるか。俺もかつての部下から聞いたんだが、この呼び方はある事件から来ているらしい。アール村は昔からずっと精神に異常をきたした学者たちを追放するために行霊院が使ってきた場所なんだ。この村には不思議な現象があるという。アール村について間もない頃、驚愕者は相変わらず狂っていて異常なことばかり話す。だがしばらくここに留まっているとやがて落ち着くらしいんだ。当初アール村の人々は驚愕者の受け入れに不満を抱いていた。しかしある夜、事件は起きた。その夜、アール村でいつもより激しい地震が発生した。家屋が倒壊するのを恐れ、前任の村長が皆を連れて避難しようとした時、ある驚愕者が隅にうずくまり両手で大地に触れているのを見たらしい。そいつの体はほのかに淡い緑色の光を放ち、夜だったせいもあって神聖なもののように見えたという。そしてその夜はどんなに強い地震が続いても、全ての家屋がまるで地面から生えているかのように一つも倒れなかった。もちろん死傷者も出なかった。その一件の後、アール村の人々は驚愕者によくするようになった。そして彼らをグラマパラと呼ぶようになったんだ。淡い緑の光、驚愕者がアール村を守った。お前はどう？オイラもそう思うぞ。セノ、あの狂った学者たちはアール村でもアーカーシャ端末をつけてるのか？強霊院は彼らを監視しているから理論上はつけてるはずだ。無論アーカーシャ本体が彼らに対して発信することはないが。やっぱり！これで辻褄が合ったな。学者たちが狂った状態から落ち着いたのも多分ナヒーダが慰めたんだろう。一つの物語だけで結論を出せるとは。どうやらお前たちは俺の知らない情報をかなり持っているみたいだな。それで何が分かったんだ？暗草なりデビと言ったか。なんだよ、信じないのか？きっと暗草なりデビがアーカーシャを通じて驚愕者に力を与えたに決まってるぞ。いや、信じないというよりはお前たちの考え方を不思議に思ってな。暗草なりデビ、現宗神が未だにスメールで何か行動しているのか。強霊院は昔からすでに亡くなったマハールッカ・デヴァータの方を重視していた。奴らは暗草なりデビには見向きもしなかったんだ。そのせいで俺の認識も影響されてるかもしれない。それに俺は暗草なりデビの自責について全く聞いたことがない。彼女はまるで存在しない神だ。ナヒーダは存在しない神なんかじゃないぞ。あいつはなんていうか、すごく優しくて。俺は長年犯罪者の尋問をしてきた。人が嘘をついているかどうかくらいわかる。だったらオイラたちが本当のことを言ってるってわかるはずだろ。ああ、その目は嘘をついていない目だ。お前たちは本当に暗草なりデビと接触したことがあるみたいだな。どうしてこんなことに。神はずっと俺たちのそばにいたのか。よし、これでやっと一番いいか。でも一体何から始めればいいんだ。
お前ら、俺のおじいちゃんを助けに来たのか？お前は誰なんだ？その格好と訛り、現地の子供だな。俺はイザークだ。お前ら、おじいちゃんを探しに来たんだろ。お前の祖父は驚愕者なのか？おじいちゃんをそんな風に呼ぶなよ。おじいちゃんはおじいちゃんだ。どうしてそんな名前で呼ぶんだ。悪者なんかじゃないのに。お前はここの子供だが、お前の言うおじいちゃんは現地のものではないはずだ。どうしておじいちゃんなどと呼ぶ？おじいちゃんはおじいちゃんだぞ。俺の家族だ。さっきお前らとアンポおじさんの話を聞いたんだ。なあ、俺も連れてってくれよ。一緒におじいちゃんを探しに行きたいんだ。俺も手伝うし、足は引っ張らないから。なるほど。先ほど村長の家の近くで俺たちの会話を盗み聞きしていたのはお前だったか。盗み聞きしている者に対処しようと思ったんだが、なんとなく相手に敵意がないように感じてな。すごいな、これがマハマトラの嗅覚なのか。でもセノ、相手はまだ子供なんだぞ。おじいちゃんを探したいだけみたいだし、手伝ってやろうぜ。嘘はついてない。盗み聞きしたのはおじいちゃんがどこにいるか知りたかったからだ。わかった。ならまずキャンディスに状況を確認しよう。was nicht der Eingang. Da! Das ist was anderes. Mist. Das ist eine andere Quest. Und stehe mich voll mitten in der Hauptstory. Komm, wenn wir schon hier sind.
gibt's halt einen Mini-Exkurs, Leute. Ne, nicht das. Ne, auch nicht das. Oh Gott, in was für einer Quest bin ich da gelandet? So. Verbannter Keimen abgeschlossen. Dann kann man jetzt wieder zur Hauptquest rübergehen. Sorry dafür, Leute, aber ihr habt mich einfach angequatscht. Einfach angequatscht. あら、もうお戻りになったのですか。確認したいことがある。イザークという子供を知っているか。やはりあなた方のもとへ行ったのです。え、この子。頑張って隠れていましたが、窓の外で盗み聞きしていたのには気づいていましたから。あの子は本当に祖父を見つけたいと強く思っています。イザークの両親はエルマイト旅団のメンバーで、シティに行ってからというもの村へ戻っていません。しかし残念ながら、何年と経たずしてあの子の祖父は亡くなってしまいました。と、その後年老いた驚愕者がここへやってきました。イザークはその学者が祖父にとても似ていると思ったようで、よく覗きに行っていたのです。しかし彼は精神に異常をきたしており、いつもわけのわからないことばかり口にしていました。ですがある夏の夜、いつもブツブツ言って変な動きをしていたはずのおじいちゃんが、おじいちゃんはイザークのそばに行って頭を撫でました。そしてあの子を村に。次の日の朝、目が覚めたイザークはおじいちゃんを探しに行きましたが、そこには狂気のかけらなどみじんもなく、まるで自分の世界に浸り無勇し、イザークはおじいちゃんが少しでも正気を取り戻したことを心から喜び、毎日嬉しそう。よくわからないけど、ちょっと悲しいぞ。そうかもしれませんね。砂漠で生活して、私もそのために戦い。確かに人々はいい神に恵まれてるの。あ、なんだって。いや、なんでもない。イザークが約束通り足を引っ張らないでいてくれるなら、連れ。あなたは私が思っていたよりもずっと情のある方なのかもしれませんね。全部聞いてきたぞ。一緒におじいちゃんを探しに行こう。本当？ありがとう。うん。まずは付近の現。オッケー。
Das war quasi das Ende von der Achonten-Quest. Jetzt geht's weiter mit der neuen Achonten-Quest. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein!